タイトルは私が起業するまでって書いてるんですけど、まだ登記は終わってなくて、今ちょうど真っただ中です。今回メダカの学校で発表するってなった時に、逆に自分が聞き手だったらどういうことが聞きたいかなっていうのをよく考えて、まあ、今 の、 その私の、まあ、一女性としての立場からでも、まあ、学生の時に聞きたかったこととかが、この、まあ、人が起業をするまでになんかどういう道順というかことを取り組みをしていっているのかっていうのが、まあ、リアルなことが知りたかったので、まあ、今日は逆に私が今の近況報告も兼ねて発表しようと思ってこのテーマにしました。と今からお話しするのは、今やって私がやっていること、それを始めるまでの経緯と、そのニーズを発見するまでという流れで話していこうと思ってます。で今やっていることは大きく3つあって、と今私も4歳の息子がいるんですけど、ママのコミュニティをやってます。あとはママ向けのスマホアプリ開発、あとは女性限定の、今日の午前中もやってきたんですけど、プログラミングの勉強会を行ってます。でこれを始めるまでの経緯があって、大きくきっかけが2つあります。でその1は、先ほども言ったんですけど、私今4歳の息子がいて、実は結婚してなくて未婚の母です。で、4年前に出産して、で、まあ、育児ですごい、まあ、メンタル的にも、まあ、金銭的にも追われる日々を過ごしていて、すごく孤独を感じてたんですね。今はなんか、まあ、ママたちの間で孤独な子育てって書いて子育てって読むんですけど、まあ、それが結構問題として取り上げられていて、私もこれを実際に経験した一人です。ですごくなんか、まあ、憂鬱な時間帯とかもやっぱり夜泣きとかもすごいので、まあ、それに結構押しつぶされそうになってた時に、もともと産婦人科に入院している時に4人の先輩ママたち、先輩ママっていうのはもう私は第一子なんですけど、この方々はみんなもう上にお兄ちゃんお姉ちゃんを出産してて、もうベテランママたちと友達になって、退院した後も結構こうやって何ヶ月目でまた集まってっていうのを繰り返してて、でその人たちに、まあ、その都度育児の悩みとか、まあ、プライベートの話とかをしたら、まあ、なんか経験してきてるんで、まあ、なんかあそんなことみたいな感じで笑いながら聞いてくれて、まあ、私はなんかそれをその反応が逆に嬉しくて、なんかそんなに別に考えなくていいんだなって、悩まなくていいんだなって自分が思って、まあ、結構それに救われて、まあ、未だにこの人たちと集まってるんですけど、その時に私もこう同じように悩んでるママたちの力になりたいなって思ったのが、まあ、きっかけの一つです。でもう一つは、息子が、2歳になってから私は、サラリーマンを辞めて、今フリーランスのエンジニアの卵として食べていってるんですけど、その会社を辞めた時に、私がこれから送りたい人生ってどんな人生なのかなっていうのをすごい時間をかけて考えたのを今も覚えてます。でその時にもう本当に綺麗事なしで思ったのがこの2つです。1つ目が、子供がやりたいことを全力でサポートしたい。やっぱりなんか親として、子供の環境、育っていく環境を作ることは、まあ、親としての責任というかできる最大限のことだと思っているので、例えば留学させたりいろんな他の国を見せたり、まあ、習い事一つでもお金がかかるわけで、なんかそれをやりたいって言った時にさせてあげられる親でいたいなって思いました。でもう一つは、まあ、ただ単純に贅沢ができる暮らしがしたい。これは今はだいぶ頻度は減ったんですけど、シングルマザーになりたての時は
毎晩寝かしつけが終わったら電卓との勝負で何回叩いても変わらないのに、あちょっとこの光熱費を来月に回してこれで今日は生活してっていうのがあったので、もうそれがすごく、まあ、悲しいというか、まあ、そういうことも考えない生活をまずやりたいなって思いました。これが私がこれから送っていきたい人生の本当根本です。